皆さんこんにちは、バサジプライド DJ3 号の荒金由紀子です。今日は大分空港にやってきました。これから選手たちがバサジー大分スポンサーの JAL の翼で飛び立つんですが、大分空港の JAL のスタッフの皆さんが熱烈な応援をしているということで、その様子をリポートしに行きます。今回は間もなく選手たちが遠征に出発するということで、バサジー大分のユニフォームスポンサー JAL こと日本航空のスタッフさんの業務の様子を紹介します。 JAL の受付カウンターを見てみますと、スタッフの皆さんがなんとユニフォームを着て受付を業務を行ってくれています。バサジー大分が飛行機に乗って遠征に行く際、 JAL のスタッフの皆さんがバサジーのユニフォームを着て業務を行っています。その他にも選手たちへのメッセージボードやバサジーグッズがカウンターに飾られるなど、とても温かく応援していただいています。ここでユニフォームを着ている JAL のスタッフ高倉さんにお話を聞いてみました。普段はバサジーの選手の方が乗られるときに私たちも応援の気持ちを表したいので、ユニフォームを着てお荷物のお預けのときに頑張ってきてくださいというような声をかけて、選手の方々乗っていかれています。どの選手がかっこいいっていうのは高倉さんありますか？皆さんかっこいいです。皆さん全員オールスターズかっこいいということでね、応援の気持ちを込めていつも業務してくださって本当にありがとうございます。選手の皆さんが到着したようです。そして選手たちが大分空港に到着。こちら遠征の時には普段ねこのユニフォームを着て業務に当たられている JAL の皆さんがいらっしゃいますが、気持ちは違いますか？やっぱ、ユニフォームを着てくれているのはほんま嬉しいことですね。こっちもテンションが上がってきます。テンションが上がって力も出ます、はい、ちょっと言わせた感はありますけど。 JAL の方々からエールをもらった選手たち、とても勇気づけられた様子で搭乗口へと向かっていきました。そして選手たちを乗せた航空機が飛び立っていきます。これぞ JAL の翼ですね。離陸しました。いってらっしゃい。このようにバサジー大分の遠征の際、大分空港では JAL のスタッフの皆さんがとても温かい応援をしてくれています。選手たちも期待に応えられるよう全力で頑張ってほしいですね。来週もお楽しみに。